今回のマイタウン市川は9月30日から10月4日まで市内4会場で行われた第65回国民体育大会夢半島千葉国体ハンドボール競技を振り返ります。9月25日千葉マリンスタジアムを会場に総合開会式が行われました。1973年の若潮国体以来37年ぶりに千葉県での開催となった夢半島千葉国体、秋空の下天皇皇后両陛下を前に式典演技が繰り広げられ、千葉県選手団が出迎える中、47都道府県の選手団およそ5600人がスタジアム内を行進しました。行進の最後は地元千葉県の選手団総勢654人です。夢半島千葉国体の開会を宣言いたします。県内の競技会場24市町で採火された炬火がスタジアムに入ってきました。手にしている炬火トーチは市川工業高校インテリア科の生徒によって制作されました。デザインをした三上幸子さんは、千葉を千の葉と捉え元気に生い茂る緑の葉を表現することで国体選手に生き生きと活躍してもらいたいという願いをこのフォルムに込めたそうです。炬火は最終走者剣道少年男子千葉県代表の千葉勇気選手とテニス少年女子の箕越舞選手によって炬火台に点火され、選手たちの熱い戦いの幕開けを告げました。皆さんこんにちは、日賀夏樹です。今メイン会場の河野台市民体育館に向かっているところなんですが、こちらずらっと上りが立てられていて、まさに歓迎ムード一色です。市川市が競技会場となった青年男子、青年女子、少年女子のハンドボール競技は河野台市民体育館をメイン会場に、塩浜市民体育館、市川学園古賀記念体育館、昭和学院中学校高等学校体育館で9月30日から10月4日まで行われました。それでは千葉県チームの熱戦を振り返りましょう。青年男子初戦は北海道と対戦。試合開始早々、千葉は持ち味の速攻を見せます。11番第五中学校教諭の鎌谷、6番柴田、9番西出、7番市川学園教諭の杉浦が次々とゴールを決め、一気にゲームの主導権を握ります。その後も千葉は全員がよく走り、クロスからのシュートやカットインシュートで加点、17対9で折り返します。後半ではワンツースリーディフェンスと呼ばれるフォーメーションで積極的にペースを維持、千葉は勢いに乗ります。点差が開いても攻撃の手を緩めることなく、最後まで走り続けた千葉が初戦突破を果たしました。立ち上がりもう少し硬くなるかなと思ったんですけど、思ったよりもディフェンスが機能して守れて、速攻で点数がどんどん重ねて取ることができて、緊張がだいぶほぐれて、いい試合運びが1試合通してできたかなというふうに思います。青年女子の初戦は福井と対戦。前半10分までの間に2番高橋が4得点、7番鎌田が2得点、5番沢田が1得点を挙げ、序盤から福井を引き離します。ディフェンスでも千葉はことごとくシュートチャンスを奪い、キーパー12番の山崎の好守備も冴えます。11対6と5点のリードで迎えた後半、千葉は7番鎌田、2番高橋、8番高宮小学校教諭の
ヤコのロングシュートが次々決まり、ゴールスコア。16分過ぎから3番宮城、7番鎌田の速攻などで連続8得点を挙げ、25対11と圧勝で初戦を突破しました。本当に多くの方が応援してくださって、自分も学校の子どもたちが本当にたくさん応援してくれたり、あと他の選手たちもいろんな友達や先輩や後輩が応援してくれて、本当にいろんな人に自分たちは支えられてるんだなってことが分かる大会になりました。少年女子千葉県チームは主力メンバーのほとんどは昭和学院高校の選手で構成されたチームです。初戦は北海道と対戦、激しい点の取り合いで始まった前半戦は、6分過ぎから2番加藤、11番小山、7番キャプテンの伊佐治ら主力選手が次々とゴールを決め主導権を握ります。12番キーパー宮本の好セーブも抑え、16対8のダブルスコアで折り返します。後半に入っても巧みな連携と相手の動きを予測したプレーで攻撃を続け、5番小畑が11得点を挙げるなど終始千葉のペースで29対15と快勝、準々決勝に駒を進めました。地域の人や学校の人たちみんなが応援してくれたので、すごい緊張感を持って試合できて楽しかったです。続いて香取市で行われた少年男子の千葉県チームの試合です。主力メンバーが市川高校の部員で構成された千葉、初戦は岐阜と対戦しました。両チームとも動きの硬さが見られた立ち上がり、9番福田、3番坂倉、5番藤本が次々と得点を挙げるも、試合は膠着状態が続きます。14分から9番福田、2番大月の連続速攻で徐々に岐阜を引き離します。この後も千葉は多彩な攻撃で加点、18対11で試合を折り返します。後半、まさに全員ハンドボールで攻める千葉が着実に得点を重ね、34対25で岐阜を破り、準々決勝に駒を進めました。この地元千葉国体で勝つということが目標だったんで、まずは1勝して安心しています。少年男子の準々決勝は香川と対戦、青年男子は佐賀、青年女子は広島、少年女子は京都とそれぞれ対戦し善戦しましたが、ベスト4進出はならず、各チームとも5位優勝となりました。期間中、各会場には市内の小中学生をはじめ大勢の市民が観戦に訪れ、選手たちの熱い戦いに声援を送っていました。迫力があってすごかったです。キーパーが足とかで精一杯止めたりしたのがすごいと思いました。パスとかシュートとかがすごく面白くてすごかったです。この体験をきっかけにハンドボール選手を目指す子どもたちが増えるといいですね。熱戦が繰り広げられた各会場には、市内の学校で作られた応援フラッグが立てられています。各都道府県ごとに作られているんですが、こちら香川に秋田、そしてこちらが千葉の応援フラッグですね。どの旗もこの大会を盛り上げようという意気込みが伝わってきますよね。こうして夢半島千葉国体は市民や学生の力で支えられた大会でもありました。各会場に飾られた花や鴻台市民体育館前のチーバくんの花壇もボランティアの皆さんの手で植えられたものです。市川市の大会運営に携わった市民ボランティアはおよそ300人、会場の受付や来場者の案内、会場内の清掃など様々な活動を通して大会を支えました。
印象的だったことってありますか？試合なんですけども、試合をちょっと拝見させていただいたときに、準優勝だったゴールキーパーの方がもうすごい残念がってて、それがとてもなんかそっちの方にちょっと印象が残りました。でもボランティアとても楽しくさせていただいてます。4日間は出られなかったんですけれども、大変大盛況で良かったと思います。競技会場ではハンドボール部に所属する県内の高校生が試合の記録や場内アナウンス、コートの整備を行い競技をサポートしました。ハンドボール部なんで一流の選手たちのプレーとか見れてすごく勉強になったんですけど、やっぱこういう仕事とかやって結構、勉強になったこともいろいろありました。市川市で開催されたハンドボール競技は市民、学生、市職員がおもてなしの心で一つになった大会でもありました。入り口を入って体育館まで行くこの道沿いには、こうして大会をより楽しくさせてくれるためのコーナーも用意されてるんですね。ちょっとお邪魔してみましょうか。こんにちは。こちらは何のブースですか？こちらは市川さんの梨を使ったお菓子ですとか、海苔ですね、特産の海苔を販売しているブースになります。このブースは市川地域ブランド協議会の協力で各会場に設置されました。市川の梨を使ったラー油や三番瀬の海苔が特に人気だったそうです。さて、市川といえばやっぱり今が旬の梨ですね。こちらもお邪魔してみましょう。こんにちは。見てください、梨の試食。おぉ、果汁あふれますね、これは。あ、こちらの大きなテントの中にはテーブル席がいくつか用意されていて、あちらのモニターで試合を観戦することができるんですね。あ、それに見てください、ドリンク無料配布中ですって。これは行かなきゃ。皆さんはこちらでこうしてボランティアをされてたんですか？そうですね、塩浜がやってこちらで、今日は折半係、サービス係。大会振り返ってみていかがですか？ね、ちょっと初日はね、お天気が悪くて出足が悪かったんですけど、中2日お天気も良かったし、今日もね、たくさんの方がいらしてるので良かったと思います。さて、お隣のこちらにやってくるといい香りがしてきました。何なんでしょうか？こちらは食生活改善推進員、通称ヘルスメイトの皆さんによる便秘つくね汁のコーナーです。ちなみに便秘つくねとは千葉の名産ピーナッツとレンコンを使ったつくねのこと。夢半島千葉国体のおもてなしレシピ集に掲載する国体メニューの一つで、南行徳小学校の栄養士大河原悦子さんが考案したこの便秘つくね汁が採用されました。あ、レンコンのシャキシャキ感と、あとピーナッツのもうつぶつぶからこのピーナッツの風味も香ってきて、あ、美味しいですね、これ。便秘つくね汁のレシピは市ホームページの国体推進課からのお知らせに掲載されています。皆さんもぜひ作ってみてください。つくね汁、私もお家で作ってみたいと思います。10月4日ハンドボール競技の総合表彰式が行われました。男女総合1位に輝いたのは愛知県。青年男子女子、少年男子女子がそれぞれ5位入賞を果たした千葉県は男女総合成績で5位、女子総合成績では
東京都、山口県と並んで7位を獲得しました。青年女子の監督にお越しいただきました。お疲れ様でした。どうもありがとうございました。まずはこの大会、はい、改めて振り返ってみていかがですか。そうですね、ずっと入賞がなかったものですから、とにかく入賞したいということで、みんなで頑張ってきたわけで、それが果たせるかどうかとても不安がいっぱいでありました、はい、特に印象深いことはありましたか。この地元の、ね、大会で声援もたくさんいただきましたし、本当にありがたかったです。地元の熱い声援を受け、強豪を相手に前線を繰り広げた千葉県チームに心から拍手を送りたいと思います。おかげさまで千葉国体も、無事終わりました。37年ぶりの大会ということで市川市でも準備を進めてまいりましたが、成功のうちに終わったことを皆様にお礼申し上げます。ありがとうございました。ハンドボール競技なんですけれども、市内の4つの会場で3万人を超える皆様が会場に足を運んでいただきました。おかげさまで大盛況のうちに終わることができました。立ち見のお客様も出るほどなかなかに盛況だったというふうに喜んでおります。千葉県選手をはじめ全国から来られた選手が楽しくまた思いっきりプレーできたのも皆様の声援があったからだと、そういうふうに理解しております。また市内の地域の活動の中では、おもてなしの活動として自治会の方々が環境の清掃活動をしていただいたり、ゴミのない街を作ろうということで会場周辺の美化活動に取り組んでいただきました。そしてボランティアの方々には大会の運営に直接携わっていただいたり、あと梨の無料配布とか、それからレンピつくね汁というおもてなし料理を提供したりとか、会場の中で大変忙しく動いていただきましたが、市民の皆様、そして全国からいらっしゃった方々に大変好評でございました。このようにボランティアの活動に支えられて大会がうまく進んだというふうに思っています。大会は終わってしまいましたけれども、この活動というのは次の市川のまちづくりに必ずつながっていくものと思います。会場で声援を送っていただきました市民の皆様、そしてボランティアとして活動していただきました市民の皆様、本当にありがとうございました。次回第66回国民体育大会は山口県で開催されます。千葉県チームのさらなる活躍を応援しましょう。市からのお知らせです。路上での禁煙、空き缶などのポイ捨て、犬の糞の放置に対して2000円の過料が課される路上禁煙美化推進地区に、1月1日から新たに JR 総武線下総中山駅、京成線京成中山駅周辺の中山地区と、東京メトロ東西線原木中山駅周辺の原木地区が追加され、市内15地区になりました。続いてイベントの情報です。中山1丁目にある東山海域記念館では現在通常展経絡憧憬が行われています。肉筆夏にイルをはじめ京都の四季を描いた収蔵作品を展示、また木版画夏にイルの制作過程を版木と順序刷りから見ることができます。次回の放送予定です。1月8日からは文化の街角をお送りします。現在文学プラザで行われている企画展、俳人野村敏郎とその水脈の見どころをリポート。文人の見た市川は伊藤白鳥の伊藤白鳥集を紹介します。どうぞお楽しみに。